まい。チャンネル登録はこちら、こちらのボタンを。ちょっと待て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 。いや、ここまでにしときましょう。どうも。一回でいいから、録画を始めてからいきなり、食べ始めて、アイスでも何もなしに食べ始めて、感想を言うっていう、これだけの動画を最初に持ってきたかったペンタでございます。今日は、ハッピーターンアイス。このハッピーターンアイスを食べますとかそういうのもない、ね、あれですよね。そういうのをやってみたかったんですよ。はい。まあ、冒頭に食べましたように、冒頭のリアクションのように、まあ、美味しいですよ、これ。美味しいんですけど、食べ始めた時は普通のアイスと何ら変わらないんですよ。だんだん味が分かってくる。だんだんね、ハッピーターンのあの塩気がね、だんだん出てくる、そんな味でした。こんな感じでいいでしょうか。ちょっとね、ふざけすぎましたけど、すいません。明治と亀田製菓のコラボ商品のハッピーターンアイスでした。明治だからやっぱり、スーパーカップのアイスを使っているのかな？どうなんだろう。しっかりね、ハッピーターンの味します。まだ食べてないという方いましたら、ぜひ試してみてくださいね。スーパーで僕は買いました。はい。バイバイ。なんか面白いことする？せっかくここまで見てくれた人のためにね。まあね、今、こう、汚い。すいません。今ね、スパゲティ茹で上がってね、個人的な、ほんと個人的な話なんですけど、このペペロンチーノをかけて食べるとこなんですけど、もう結構3分くらい経ってますね、これ動画始まってから。その前に、もう、まあ、よくわかんないですね。これ何これ。バイバイ。チャンネル登録はこちら。こちらのボタンをクリックしてください。